その国では500年に及ぶ鎖国が今も続いていた。世界から孤立したまま、希望も絶望もない、静かだが淀んだ空気がその国を支配していた。法改正を求めた運動は武力衝突となって激化したが、国家によって徹底的に鎮圧された。この時、反政府組織の制圧に政府が雇ったといわれる暗殺集団が武見一地家一族だった。武見一地家とは、隣国で帝に古来より仕えてきた近衛兵の一族。隣国では近代化の中で帝政が崩壊し、彼らは祖国を追われこの国にたどり着いていた。そして彼らは、報酬さえ受け取れば誰をも殺す暗殺集団と化していた。
白来が部屋に来いって。今朝安価が逃げた。武見和知を逃げ出した者は裏切り者、裏切り者は秘密を売る。安価は四魂の山を越える気だ。だがあいつの足ではまだ鉱山跡まではたどり着いていない。ユキ、キリを連れて行け。一人で行きます。僕行きますよ。足手まといです。なんだよ、連れてってくれよ。ビアクライの命令だろ。じゃあキリ、本当にアンカを殺せる？殺せる。命乞いしてきたらどうする？やるよ、当たり前だろ。信じない。なんだ、ユキか。丸腰だぞ。切るな、イビ。切るな。ユキ、な、頼む。刀持ってけ。殺したことにしといてくれ。なるほど、ユキはもう私の叶う相手じゃないんだ。誰だ？私の名は空花、あなたの母にお使い申した者だ。あなたに告げなければならないことがある。